ガソリンタンクとキャブレターをつなぐ、パイプの間に、フィルターをかまして、そのサビが、ガソリンタンクから落ちた時に、キャブレターの方に行かないように、対処療法ですけども、そんなのをつけて、もらってましたね。あとは、バンズの、宮城で実施したツーリングの話しましたときに、センタースタンドじゃないや、サイドスタンド。サイドスタンドを、折っちゃったというお話しましたけども、それの修理も、このバイク屋さんにお願いしてます。で、良心的だっていうのは、中古部品があるとですね、走行上問題ないような、ものであれば、積極的にですね、中古部品を使ってくれました。確か、サイドスタンドの時もそうでしたし、あとは、何がきっかけだったか覚えてないんですけども、バーエンドですね。バーエンドも交換した時あったんですが、バーエンド、ハンドルバーですね。ハンドルバーのバーエンドを交換してもらった時あったんですけども、それもですね、中古品でいいでしょうっていうことで、中古品使ってくれました。要は当然ながら、部品代が、安く済みます。新品よりは。なんで、そういうところも、考えてくれてたのかなと。あとは、クラッチワイヤーですね。クラッチワイヤーが、ほとんど、切れそうな状況になってまして、運転してると急にですね遊びが多くなってきたんですね。で、そのままツーリング終わりにバイク屋さんに寄ってこんな状況なんですって話してみてもらったら、ワイヤーの1本か2本ぐらい残してですね、ほとんど、切れてたと。多分もうちょっと走ってたらクラッチワイヤー切れてたかなという、ギリギリのところで交換してもらいましたと。あとは、これもバンズ絡みの全国交付でフロントフォークからフォークオイルが漏れましたというお話したんですけども、その修理もこのバイク屋さんに、お願いしました。古いバイクなんでとにかくですね、やたら調子悪くなってたんですけども結局最後まで原因分かんなかったのが、エンジンがですね、突然3気筒になる、要は1気筒ですね、死んじゃうという症状が時々出まして、それも相談しました。で、いろいろ見てもらったんですが、ここだという原因がそれ分かんなかったんですね。プラグケーブルとかですね、もう見てもらったんですが、大丈夫そうだと。だけどもなぜその3気筒になるか分かりませんと。それと、停車した時ですね、信号待ちとか、信号待ちじゃなくても、休憩で、どっか止まった時、
アイドリングになった時に突然エンジンがストンと、止まっちゃうという症状もたまに出まして、でそれもバイク屋さんいろいろ調べてもらったんですが、電装系かもしれないけどもはっきりどこかというのはわからないと。で直すには、直すにはというかハーネスを、まあ、交換したらもしかすると治るかもと、要は 100% それで治りますとは言えないんだけども、まあ、やってみて、どうかぐらいのお話でしたと。ただ、古いバイクなんで、もうハーネスっていうのはバイク乗りしか分からないと思うんですけども、電気が通る電線ですね。バイクに電気を使う部品がいっぱい、ウィンカーとかストップランプとか、メーターとかライト、まあ、いっぱい ありますけども、そこには電気を供給するですね、線がこう束になっていろいろつながってるんですけども、血管のようにですね、それを、まあ、ハーネスっていうふうに言ってます。それを全部交換っていうことですね。でただ、繰り返しになりますけども、古いバイクでもうかなり前に製造中止になってるんで、部品もですね全部、作ってるかというと作ってなくて、確か当時はもう、新品のワイヤーハーネスは続き作ってませんと。なんで、中古をですね、調達して、交換するしかないということだったんで、さすがにそこまで、して、治るかどうかわかんないっていう話になると、お願いしますとはちょっとそれは言えなかったんで、結局それは原因わからずじまいいうことでしたけども、かなりお世話になりました。で、まあ、そういう調査もですねいろいろやってもらったんですが、まあ、物を交換すれば当然部品代と工賃ということで、請求されますけども、そのエンジンの3気筒になるとか突然エンジン止まるかっていう止まるっていうことに関しては、まあ、よくわかんないんでっていうことで請求はされませんでした。多分一般的には人が働いてるんで、お金請求されても僕は全然問題なかったんですが、まあ馴染みっていうのもあるのかもしれないんですが、一切逆にそういうふうにやられるとこっちも気が引けるっていうか、いくらですってはっきり言ってもらった方がまあいいっちゃいいんですけども、まあまあ長い付き合いなんで、その言葉に甘えたという感じですかね。話が長くなったんで、今回の元ブログはここで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。